キー・トーマサル。足の上手くつめて締めてとは、トクラ初めて決めた。無差別というもん。でも一回ね、かなり健闘して。さあ、この入り方だ。さあ、高橋選手はこの入り方なんです。手を開いて相手を待つというパターンですね。はい。さあ、そして右足はガッチリと競技台に絡んでおります。でも、高島さんね、高島選手はね、テクニックありますからね、期待できるんじゃないでしょうか。まだまだありますよ。足を絡めております。ガッチリイエローテッカー。昨日のこんなに威圧感があるとはね。そうでしょう。競技台がほんとちっちゃいですからね、見た感じ。いやー、競技台ちゃぶ台のようなサイズ。ほんとにこんなに変わるもんですね、やっぱり無差別級の選手が出てくると。そういうことですね。試合の迫力あります。あ、いった。おー、持ってた。男性の取り勝っている。この体、青コーナー松村選手ですか。もうまさに大技取ってるんですよ、これね。これは非常にすごい。はい、これは迫力のある試合が期待できそうですね。さあ、どっちが勝つんでしょうか。さあ、始まります。どっちだ、どっちだ。やった。どちらにも有利不利がないような状態でスタートをさせようと、コミディアン審判員必死に位置を。最初のアウトは、はい、背中には武闘派と、はい、顔を見れば武闘派が分かりますけどね。この階級で見せ場を作っていただいて、そして家族はみんな来ております、はい、まさに剛腕ファミリー。さあ、しっかりと右足を絡めるスタイルを取り戻すね。オコナム選手もかなりの大柄の選手ですからね。これを受けて待てるわけで。岩崎選手は去年ゴールデンスターズの出した部門を見ていただきまして、ベスト15に入ってますから。はい、やった。赤コーナー選手、体細身ですけども、腕がでかいですね。筋肉がガッチリとついてますね。ついております。しかし青コーナー選手、この階級ベザベザになるわけですからね。おー、そしてボールが当たってきました。から煮干しで担いでできた。煮干し込む。これだけね、あるのはね、秋葉選手かラクダしかいませんからね。ラクダの肩にコブが。いやー、本当去年の大会もすごい盛り上げていただきましたから。いやー、踏んだけよ。スリープです。秋葉選手の顔色が一瞬変わりましたよ。ね、本当ですよ。やっぱり持てたのはこれ日本一だと。力も強かったね。よく食べる。しかし両選手ともかなりの体格がありますから。そうなんですよ、無差別級でございます。まさに見てください。レディッカー、腕の差。松村二郎選手、二郎二郎と皆さんからの声援。二郎の声援を受けて、さあ、この松村選手、今回ゾロワン初登場ということで、どこまでね、粘ってくださるのか。しかしこの鍛え上げられた筋肉、初登場と思えない。一気に持っていく。さあ、対するは青コーナー、シャコタンブギ。ガッチリ穴が付けられる。何ですか、シャコタンブギ。さあ、
さあ、フライングは落とせない高校の渡辺選手。さあ、今のファウルがね、どう影響するのか。サングラスがキラリと光りました。レディーゴー。レディーゴー。おっと、いった。気合を入れていた。いきました、気合一発。先ほどは見事な勝利。さあ、続いてどうなんでしょうか。試合盛り上げようか。あの選手、小柄なんですけどね。先ほど強かったですか。そうなんですよ。ライトチェンジアップ。体格差をもろともせず、はい、さあ、赤いポロシャツに赤いコーナー、そして赤いシューズ。ゴーただ、この会場に駆けつけて、さあ、なかなか決まりません。ここまでように公平なポジションでスタートしたいと思っています。さあ、見てください。このね、手首の位置でも相当変わるという変わります。話聞いておりますので、はい、さあ、どうなりますか。12位でございます。ですが、先ほど1敗しておりますね。今年こそ決勝大会に進みたいと、全国大会が決めますよ。一気にもこうなんです。地面が揺れるんです。よし、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 体格差はほぼ互角でありましょうか。若干赤コーナーもユニカ、そうですね。ジロー、ジローと、ね、赤コーナー選手はふーっと一つ息を吐いて、深呼吸して競技台へ。今までのね、この青コーナーの選手が勝ちっぷり見てると、そうですよ。気合いも入らざるを得ませんね。いいポジショニングで始めたいんですが、オミディアの審判許しません、そんなことは。入るんでしょうか、入りました。やっぱり入りました。試合が戸川選手の次ぐらいのおなじみの選手になってきましたよね、はい、これがやらないとダメなんです。そうなんです。一気に持っていく。丸山は手の長野正弘バタフライ。さあ、どういった技を見せるのか。昨年ベスト12位の渡辺選手、はい、さあ、もう1敗もしたくないんだと、表情から読み取れる雰囲気があります。その剛腕グランプリ、差別級一日戦を行われております。3名の選手の中から、たったの24名が2次予選に通過いたします。勝率の高い選手から予選通過。さあ、最後の試合はどういう風になるんでしょうか。お互い一つ勝ち星が欲しいところでありましょう。東京スピードさんのウサンスのチャンピオンです。一方、アトコーナーはおっさんこと正子徹35歳。さあ、武藤ハーフの T シャツを着ています。レディッグ、藤浩司振り決めた。最初としての意地フライドを設計することができるか。右足を競技台にかけていました戸川。さあ、その戸川センターポジション。レディッグ、一方は
チャンピオンです。無差別級に対戦しています。無量級の対戦となりました。さあ、ラスローに対して、まあ、しっかり構えていい。決まりますか。仲間しかしなくても狙っていきましょう。チャンピオン8番総1ゴーワンファースト、ゴーワン2005チャンピオンです。一方、赤コーナーは優しい怪物中村雄介。さあ、ガッチリと掴み合いました。白が秋田を出すか。秋田さすがガチリとお互いの腕を組みました。さあ、最高に対してマリアはシード選手として今回の2回戦に出場しています。若干右足をね、そうしてらっしゃるようで、赤く最初のストップ150キロの巨漢はテクで狙う。マリアのテクが最高だ。さあ、赤く返して嫌いれてきた高島選手。おなじみの高島、視線を交わしません。中盤5番に乗りそう。そこも静かに料理するか。ガッチリと手と手を組み合いました。96キロの宇田尾に対し86キロの高島、10キロの体重差。それがまだ宇田を作るの一つの難しいところがありますか。ここはどうできるか。4着の逆に同じく右足、ちょうどかかとの後ろまでかけているのは高島です。さあ、そしてだからにはやはり全国大会も出場しなければならない。この試合を背負ってタンクトップ姿を整える16歳前足をかけますよ。今日は伊勢健司岩崎英二静かに構えています。さあ、そして宮と青コーナー、白コーナーは双子パタマン、小野パタマン。さあ、お互いの叫びられた叫びを。ここでもうこれお互い野獣と化してますね。対決です。右足を出している中山。さあ、ゴール！ゴールを取る男の視点から考えます。ジロこと松浦ジロです。ガチリと組み合いました。100キロの体重を超えますナシロに対して赤コーナー松浦95キロ。体格差はそれほどありません。さあ、ガチリ10年目。ガチリ。ただ1位になるか、それとも間違いなくね。ガッチリと手を組みました。赤いシャツ同士の対決。どっちも頑張れ。そして一方、赤コーナーは久保山慎一郎です。34回松浦アンティーク10年一方ラグビー歴10年互いの手を握りしめました。松浦治郎ガッチリと組み合いました。95キロの松浦に対して小野渡は64キロ、30キロの体重差があります。しかしこの無差別級体重差というのは何の参考にもなりません。さあ、松浦に対して気を締めて、右足をかけている小野渡。さあ、そして松浦治郎も右足を組み上げている。さあ、これで狙っております。あらゆるアマチュア競技で表彰台に上れるのは3位だけです。さあ、乗るか乗るか、松浦か、それとも岩崎か。さあ、さあ、点を追うな。
岩崎、その目に立ち寄せられたんですが、日本は通だ。ストップが付けられました。ワンファー二郎、空手歴10年の松浦二郎か、それともサッカー歴6年の岩崎か。さあ、岩崎が行く、伊藤の友達の松浦城、しかし松浦城が行く、岩崎が返していく、岩崎が返す、ブラボーの松浦さん、さあどうだ、激怒が実行している。岩崎の松浦が勝ちであったでしょうか。長い実況戦では想定してまいりました。さあ、ここでカウントが僕らもね、予選大会が目指して、さあ、最高か、最高か、特技が外れました。